iTunes でレンタルしたビデオを見るために先ほどからここのライブラリーをこうやって探してたんですけど、この中にね出てこないんですね。でムービーだからムービーの中にあるのかなと思って見てたんですけど、でもここではないらしいということで、このコンピューターこの部分ですね、ライブラリーを見そうになるんですが、実はそうではなくって、ここにですね、ミッドナイトイーグルという映画をレンタルしたんですが、ここに実は行けるので、ここからスクリーンショットというかタイトルの表紙のところの部分だけ出てくるので、これを選ぶ感じです。レンタルしたものはこの上に出てくるようなので、ここから戦闘開始ということでやると映画がホームシェアリングで iTunes に再生し、ダウンロードしたレンタルで借りてきたビデオがこちらから見れるということなんですね。ということでこれをちょっと覚えておくといいでしょう。ちょっと探すまでにね、ホームシェアリングの設定を探してみましまいましたが、ホームシェアリングがオンになっていればここから見ることが